なんで笑わないの日本の人、おかしいよ。ベタベタの下ネタなんですよ。ベタベタのねギャグで、それねアメリカと全く逆なんですよ。それは知らない、本当に知らないわ。本当にね大勘違いしてんだけど、一番ひどいことがあった時人は笑いたいんですよ。はい、どうも、水道橋博士です。はい、早速今回のゲストをご紹介しましょう。町山智博さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、何しろアカデミー賞の、はい、明け2日目ですからね。ああ、そうですね、2日目ですね。はい、はい、まあ日本だと話題になってるのは、はい、町山さんがほぼパーフェクトに当てたっていうね、うん、ああ予想ですか。予想、はいはいはい。これまあ町山さんがツイッターにも残してますけど、この週刊文春の方で文字でも残しているので、はいはい、何部門が何っていうのを、まあ当たってるっていうね。でもさ、それ読んでもらったら分かると思うんですけど、作品がいいからっていう理由で予測してないでしょ町山さんはね。そう。ちなみに僕は昨日コーダを見に行きましたけど、はい、新宿に。あ、新宿のゴジラの後に来ましたけど、はいはい、60年間見た映画の中で、はい、ロッキーに並ぶほど良かったです。でしょ、ね、だから俺ずいぶん前に確か、これ見といた方がいいですよって言ったら博士見なかったんだよね。違うんですよ。1月15日。なんだっけあれ、今年最初に、はい、ママと、ママ奥さんと一緒にで、はい、映画デート行くんだけど、はい、何に行ったらいいですかって言って、はい、俺、クリント・イーストウッドの新作あるから見に行きますって俺が言ったら、町、はい、うん、山さんが、いや、絶対コーダの方がいいよって。そう、言ったんですよ、だから。言いましたよね。はい。はい。そう。でも、あの時言ってたら、昨日みたいな感動は味わえなかった。うん、ああ、そっか。そう。あれ、アカデミー賞の作品賞を受賞した後に日本の映画館に行った感じですか？そうです。ここそうです。あ、お客さんどうでした？満員です。満員で、僕は映画館っていつも一番奥の、一番端で見るんですよ。はい、あ、そうなんですか。はい。久々に前から4列ぐらいで。ああ。こんなになってみて。こんなになってみてましたね。へえ。どこで見ます町山さん。僕はあれはうちのテレビで、家族で見たですね。あ、コーダーの場合は。はい、町山さんがすぐ式の中で言ってましたけど、はい、これはその壁が崩れたっていうか、はい、要は配信の映画だったんですね。そうですね。最初インディペンデント映画として、作られて、サンダース映画祭ってインディペンデントの、なんていうか、映画祭で出品されて、はい、グランプリを取ったんで、アップルが買ったんですよ。30億円ぐらい出して買って、すごい金額なんですけど、そう。でだけど、うん、名画中の名画ですけどね。そういう意味では、ね、ウェルメイドっていうんですかね。はい。人生を豊かにさせる映画としてはね。はい。まあ、非常に、昔の日本でも作られたような、うん、それこそ山田洋次監督でも作りそうな感じのね。遥かなる山の呼び声みたいなね。そうそうそう。遥かなる漁港の呼び声みたいなね。そう。そうそう。70年代の山田洋次監督って結構下ネタやってたじゃないですか。やってましたね。確かに。あんな感じでしょ？ええ、ええ。うん。鈴木のりふみ的な下ネタが多いっていうね。日本で言えば。そう。釣りバカもさ、最初下ネタだったじゃないですか。そうそう、ありましたね。あの辺の松竹。ドッキングとかやってましたからね。そう、ドッキングとかね。そう。松竹、ほのぼの映画、下ネタ系みたいな感じなんですよね。こうだって、ね。日本の映画館で、僕だけが一人で映画館で、もう俺、涙腺もおかしくなってるんですけど、はい、笑うあれもおかしくなってて、映画館の中でゲッラゲラ笑ってて。え、他に笑ってないの？他に。そんな笑ってないですね。え？あれ一緒に笑ったよね、コーダ見ながら結構ね。うん。一緒に笑ってましたけどね。いや、もう、映画館満員ですけど、はい。一人だけ、英語でわかる外国人が時々笑ってるとかあるじゃないですか。はい、はい、はいはい。あんな感じが僕です。はい、あ、本当に？でもさ、コーダのギャグってセリフじゃないからさ、結構日本人でも普通に笑うんじゃないかと思ったですけど。いや、僕だけで、それで、隣で見てる神さんに膝叩かれました。うん、本当に？なんで笑わないの？日本の人。おかしいよ。あれだって、
ものすごくわかりやすいさ、ベッタベッタの下ネタなんですよ。ベタベタのね、ギャグで、しかもセリフに頼ってないし、うん、てかセリフないから手話だから。はいはい。なんで笑わないんだ、日本人。おかしいね。いやー、ほんと、ギャグ映画としても、ほんとレベル高いですよね。面白かったわ。そっか、俺ね、今それ聞いてわかったんですけど、僕、昨日ね、アカデミー賞の、ワウワウでやってる中継番組で、解説をやってたんですけども、全然見てました。それも家族で見てました。あ、本当に、で、その家族でアカデミー賞見れるようになったのが嬉しくて、だから大学に入った、はい、長男は、日芸入ったから、はいはい、すごい今映画ばっか見てるんですよ。あ、本当に。それでアカデミー賞一緒に見ようって言って、見たんですよ。ママと3人で。はいはい。日芸の映画学科ですか？はい、映画学科。あ、映画学科は、あそこすごいいいとこです。すごいいいとこですよ。ですね、ただ、パパの影響だけは一切受けたくないから、パパのおすすめの映画は絶対見ないっていう。うちの娘はそういうこと言いますけどね。はい。しょうがないです、ね。まあ、そういう反発してる時なんですけど、はい、日芸はすごいですよ、資料とかも。だって、ゴジラの本田石郎監督が一番最初の卒業生ですよね。日大芸術学、そうなんですか。そうですよ。技術を教えるところだから。まあ、ね、森田芳光以降じゃないですかね。日芸集まって、本当に映画作家が集まるようになった。そうですね。でも、でね、まあ、片口監督、砂尾監督がそうですよね。僕も二つぐらいの上ですけども。はい。はい、であの頃に、日芸にほら、手塚誠と石井祖母がいたんで。そうなんですよ。すごかったんですよ、あの頃。ね。うん、まあ、毒蝮さんが日芸の一番あれじゃないですか。まあね、監督じゃないですけど。ドクマムシ三太夫さん、はい、そして原文雄先生ですよ、やっぱ。そうですね。日大芸術学部で。まあ、太田光君もいます。太田光君がいて、そこからみんなが裏口入学するようになったっていうね。してないから。また訴えられるよ、本当に。そんなこと言ってると。すいません。本当に。その前にちょっとさっきの話がね、途中で尻切れとんぼなんで、最後まで。はい、すいません。まあ、解説してたんですけども、で、その時に僕はコーダの話して、お父さん役のね、トロイコッツァさんが、はい、アカデミー助演男優賞取ったんで、まあ、とにかく彼は下ネタがすごく面白くて、それを、手話なんだけど、下ネタで、まあ、手話の下ネタはいっぱい覚えましたって僕が言ったんですよ。その、アワーゴの中継で。はいはいはい。あれ覚えてます？途中で陰気になっちゃう話。はい、もちろんもちろん。ゴム引きのほら、そこ。そう、ゴム引きの漁師のさんの服をずっと5時間も6時間も着てるから陰気になるっていう説明があったじゃん、皮膚科の人も。はい、はい、はい。その時にそれを説明するときに、こうやってさ、こうやってやるじゃないですか。はい、はい。要するに金玉が痒くてしょうがないっていうさ。ね、で、それを、ワウワウの、解説の時僕がそれやったら、会場では、まあ、やめてくださいみたいな感じだったんですけど、僕、タイムライン見たんですよ、ワウワウのその中継の。そしたら、こんな下品なものはテレビで放送するなとかね、こういうやつは許せないって、番組下ろせっていうのはガーッと終わってきたの、その時。マジですか？マジで、マジで。今でも多分ツイッターに残ってると思うけど、俺驚いたのは、これ否定するってことはこうだって映画自体も否定してんだよね、その人。なるほど。だって下ネタをやってるわけですからね。普段アカデミー賞取ってるんですよ。だその下ネタについて解説したら、こんなやつテレビ出すなって言ってて、ちょっとびっくりしたんですけど、自分自身がそのこうだって映画を否定してることに気がついてないの、その人。確かに。驚いた。でもその問題ってすごく今大きく、それがウィル・スミスによる、クリス・ロックビンタ事件に対する日本独特の反応と繋がってますよ、それは。なるほど。このシーンって多分、町山さんワウワウのあれでどういうふうに見えてるのか知らないですけど、はい。アメリカはディレイがかかって見えてないんですよね。そうなんですよ。僕、アメリカのテレビの中継を見ながら、同時にそのワウワウの中継を見てたんですけど、ワウワウの中継のは早いんです。アメリカはすごいディレイかけてて、1分ぐらい現場よりも遅れて放送してたんで。これ、説明してほしいんですけど、アメリカと日本が違うのは、生放送っていうのはアメリカはないんですよね。生放送は基本的にアメリカはやらないですね。全部少しずつディレイをかけてますね。で、フォーレターワードがあるないっていうのをチェックするんですよね。そうそう。だから、まあ、やばいものは放送しないようにして、まあ、スポンサーついてるものは特にね、今回みたいに。はい。はい、で、切るためにディレイかけてるんですけど、日本も一応ちょっとはディレイかけてると思うんですけれども、ただ、それはそのまま放送されちゃったんですよ。ビンタの瞬間は、日本で。全部放送してます。
ね、見直しましたけど。そう。で、フォーレットアワードまで出てます、ね。そうそう、だからファックって言ってるんですけど、お前のファッキンマウスで俺の女房の名前言うなって言ってるところも、ワウワウではそのまま流したんですけど、アメリカでは口パクになってるんですよ。音声が完全にやれちゃって。はい、はいはい。で、日本の状況は、殴った方が偉いっていうことに、もう、そう。一瞬にしてそうなったんですか？圧倒的にウィル・スミス悪くないっていう方向に、まあ、行っちゃってるんですけど、うん、SNS とかワイドショーとかがね。でも、それね、アメリカと全く逆なんですよ。それは知らない。本当に知らないわ。これね、本当に逆。これちょっと驚くぐらい逆で、アメリカの場合にはとにかくウィル・スミスは許されないということなんですよ。これが、通っちゃう。っていうのは、どういう違和感かっていうと、すごく、アメリカンウェイに見えたんですよ。うん、自分の家族が馬鹿にされたら、手を挙げて殴りつけるっていうのは、すごくアメリカ的で、アメリカ人はああいうのをヒーローに思うんだなっていうふうに見えたんですよ。まあ、殴りつけるんじゃなくて、手袋をね、顔にバンってやって、決闘するんですよ。アメリカの伝統では。はい。つまりその、自分の神さんを侮辱されたら決闘するっていうのはアメリカの伝統で。伝統だし、映画でよく見ますしね。映画でよく見るでしょ？ええ。で、実際にそのアンドリュー・ジャクソンっていう政治家はそれで自分の奥さんを侮辱されて決闘で相手を殺して、それで大人気になっちゃって、それで大統領になってるんですよ。はい。だからそのぐらいアメリカでは昔そういうものは人気あったんですけど、もう今だいぶ温度は変わってて、今回はウィル・スミスが許されないという方向になってますね。それはやっぱ面前の中で、例えばあれは暴力だとしたら、要は訴えるとなったら、ちゃんと裁判に行く事象ですよね。もうあれはだからクリス・ロックがもし訴えたら、もう完全に刑事事件ですよね。うん、暴行罪ですね。はい。で、ジム・キャリーなんかは、ジム・キャリーは訴えるべきだって言ってますね。そうなんですか。ジム・キャリー、スタンダップコメディアンですから、もともと。なるほど、なるほど。だから、スタンダップコメディアンというか、とにかく、クリス・ロックの、殴られた後の態度も見事でしたよね。見事でしたね。ええ。ちゃんと。何事もなかったように進行して。さっとまとめましたね。ええ。彼ね、パニックに陥ったりとか、言い返したりしないでね。で、クリス・ロックとしては日本ではほとんど知られてないですね。アメリカではもうスーパースター中のスーパースターですよ、コメディアンとしては。ほぼアカデミー賞の司会を何回もやってますからね。何回もやってますね。通した司会をね、はい。そうですね。ただアカデミー賞以外ではほとんど、地上波は出れない人ですけどね。町山さんがどういうことを喋ってるかっていうのをホームページで紹介してるページがありますから、はい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 。アドレス書いてますから。本当にひどいこと言ってますよ。ひどい。びっくりしますよ。本当にひどいこと言ってますけど。ええ。そう。ただまあ、すごく、もともとはサタデーナイトライブってアメリカの一番のそのお笑い番組、バラエティショーのね、俺たち黄金族の元になったやつのレギュラーで、その後スタンダップコメディアンとして、まあ、HBO っていう、まあ、何でも言えちゃうケーブル局があって。だからやっぱそのケーブル局が発達して、そういう、うん、そういうお笑いコメディを見るんだったら、ここを見て、要はそこ抜けの、毒舌見れるぜっていうチャンネルがある、ね。タブーがね、そう、許されるところがあって、そこで人気になってっていう感じで、今、あれですよ、ツアーやってますけど、ツアーとか、あれですよ、マイソンスクエアガーデンとか3日間連続で満員ですよ、満席。昔、リチャード・プライヤーとか、はい。やってましたよね。エディ・マーフィーとかね。そうですね。今もだからトップのコメディアンは、もうそういう1万5千人とか2万人とか入る会場を3日間満員にしちゃうような人たちが結構いるんですよね。マイク1本で。だからそういう人なんですよ、クリス・ロックっていう人は。映画か、はい。ちなみに村本くんいるじゃないですか。はい、はい、はい。要は日本で引退したんですよ。はいはいはい。村本くんね。うまいらっしゃるのね。はい。それで、この間、はい武道館じゃない、読売ホールか、はい。読売ホールで単独公演やったんです。はい、おー、どうでした？単独公演を、まず、コンビで2時間やって、はい、漫才師として、ほうほう、その後、スタンドアップコメディアンとして、2時間も、はい、もう1回やったんです。すごいね。すごかったですよ。すごいね。村本君ってさ、どこまでが狙ってるのか狙ってないのか全然わかんない人だから、本当に。ね、だけど、その単独の方も2時間後、拍手鳴りやまずです。
ああ、そうか。それで、もう日本でこれでさよならするんだけど、はい、実は、パスポート取れてないんだよ、って。そう。本当ですか。大丈夫か。4月の段階ではまだ行ってないから、はい、東京で俺を見かけても見なかったことにしてくれ。じゃあ、あばよって言え。すげえな、全然、めちゃくちゃじゃない。彼のおかしかったのは、一緒に飲んでて話してて、はいはい、千原兄弟に彼、ほら、目をつけられたことは結構有名ですよね。はいはい、呼び出されたりして、なんだよ、お前はって、こう、生意気で、なんかも何が文句あるんだって言われたときに、いや、もう、千原さんたちは、やっぱりね、大したことないと思うんですよね。つって、何を言ってしまえって言ったら、チャップリンに比べるとって言ったんですよ、彼。さすがに、千原兄弟も、こいつはなんかちょっと大丈夫かと思って怒る気も失せたみたいなんですけど。だけど、花月なんか行くと、NGK なんか行くと、村本くんは楽屋にいないんですよ。うん、あ、そうなんだ。幕開の横で着替えて、入ったら全員にもう仕方されたり、ものすごいいじめられるから。ああ。それくらい孤独でやってるんですよ。すごいね。すごいね。いや、あのね、こっちでやった時に彼が、まあ普通にやるわけですよね。で、やった後、まあ飲みに行くわけですよ、みんなで。で、その時に、それを主催した、こっち在住の、なんていうか、まあ日本人、日系人の人たちも一緒に行くわけですね。彼を呼んだってことでね。はい、で、行って普通飲みに行くと、まあ普通に話すじゃないですか。ネタやり始めるんですよ、彼。そうなんですよ。今ネタやって、追って、要するに仕事でやったのに、ここで、ただなんだけどネタやるんだと思って、すげえと思いましたけどね。いや、すごいですよ。もう僕、めっちゃ影響を受けましたもん、あれ。ああ、ものすごいパワーなんだよね、彼。そう。で、あるんですけど、ネタの内容も、朝鮮人差別、うん、ブラックをやらないけど、創価学会差別。はいはい。これ全部やるんですよ。うん。で、お前、朝鮮籍のやつ手を挙げろって手を始めて。おぉ。それで手を挙げる人がいるじゃないですか。はいはい。で、そこからものすごい、いわゆるそういう差別のネタやって、うん、で、みんな笑ってるじゃないか、つって、うんうん、俺はお前のこと好きなんだよっていうやっていくんですよ。うん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 、で、みんながもう、うわーって拍手なんです。ね、僕が、彼と一緒にロサンゼルスのコメディクラブに、行ったことがあって、で、そこでやっぱり差別ネタやるんだけど、差別ネタの良し悪しってあるんですよ。もちろんもちろん。下手な差別ネタっていうのは本当に客が怒ったりするんですけど、わかります。上手い差別ネタっていうやり方もあるんですよね。言われた方も笑っちゃうって、その違いとか結構かなり一生懸命見てて、すっごい勉強してますよ。あると思いますよ。うん。だからそれこそ体の、まあ、不自由な人とかをいじったりしても、全然うまくいくときってあるんですよね、うんうん。そう。逆にそういう人を無視して、例えば車椅子の人がいたら、車椅子を話題にして何か面白いことを言ったりするか、言わないかってだと、言う方を選ぶのは多分村本君なんですよ。そう。で、その人も笑わせようとするんですよね。うん。だから、すごく僕、考えてることがあって、今、ウィル・スミスの件で、日本のその、ツイッターとか見てると、うん、まあ、脱毛症だったんで、奥さんがね、はいはいはい、頭丸坊主にしてるのを見て、ジアジン積んで見たいよって言ったら、はい、怒ったって、これは許されないとか言って、ちょっと待って、うん、何もそこに許されないことってないよ、うん。っていうか、いくつかの段階があるんですけど、まずそれ自体に、その、坊主、脱毛してる人を馬鹿にしてる要素があるかって言うと、ないんですよ、実はそれ。うん、G.I. ジェンっていうのは、その、デミムアが頭丸坊主にして出た映画なんだけども、うん、それは、馬鹿にされるような映画じゃないんですよ、G.I. ジェンって、うん。ものすごくデミムア頑張って、リドリー・スコット監督が徹底的にドキュメンタリータッチで撮って、で、デミムア自身が、私の俳優のキャリアの中で、これはもう本当に誇れる映画だと、いうふうに言ってる映画なんで、うん、それ引き合いに出してることは馬鹿にしたことにならないんだよね。全然。全然僕なんかも全然あれがジョークとして成立すると思ってました。全然バカにしてないんですよ、それ自体は。で、実際に、そんなに不快な形ではなかったはずなんですけれども、うんうん、不快だったとしても、そのまあ、その時に、ジェイダ・ピンケット・スミスは、ウィル・スミスが笑ったんですけど、ジェイダ・ジェンに対して、うん。で、ジェイダ・ピンケット・スミスは、こうなんか、
複雑な表情ではあったんですよね。それは、G.I. ジェンっていう映画が二十何年前の映画で、知ってる人がいなかったんじゃない？知ってる人がいないし、あんまりそんなヒットしなかったっていう、あの、興行でね。だから、微妙なものだったんで、っていうことはあったと思うんですけど、もしそれが、僕は、例えば、ブラックパンサーだったら、ジェイダ・ピンケット・スミスもそうですからね、短く。微笑んだと思いますよ。頭丸坊主にしてる、あの、アフリカの女性戦士軍団が出てくるんで、で、まあ、傑作でヒットもしてるから、そうですね。その2作目。大ヒットしてますからね。そう、ジェイダ出てほしいなって言ったら、多分ジェイダさんは、多分微笑んだと思うんですよ。なるほど。作品選択が悪かった。あの、チョイスが悪かったんですね。チョイスが悪かった。そう。でも、GI ジェンっていうこと自体には、その、脱毛してる人を馬鹿にする要素はないんですよ、それ自体は。だから、その時に日本の人たちがすごく反応したのは、体の不自由とか、病気とかそういったものは、絶対に茶化してはいけないんだっていう反応があるんですよ。まあ、特に最近めっちゃすごいですね。めっちゃすごいんだけど、その、要するに、まあ、出自の問題であるとか、そういったことは、絶対にジョークにしてはいけないんだっていう反応なんで、いやいや、この世に絶対にジョークにしてはいけないものなんて存在しないですよ。もちろん。仕方の良し悪しがあるだけ。だって、ね、その、村本君だってそれ成功してるわけじゃないですか。で、アメリカのコメディってのはほとんど基本的に差別の話なんですよ。アメリカのスタンダップコメディは、そのジョージ・カーリンとか、まあその前のレニー・ブルースからですけど、ずっと差別のネタをやってきてるわけで、でも、それでうまくいかなかった例ってのも山ほどあるわけで、うまくいってるものは名作として残ってるんですけども、でも、その中に、素材自体、題材自体は、ユダヤ人はいじっちゃいけないとか、ホロコーストはいじっちゃいけないとか、それはないんですよ。やり方なんですよ。やり方の上手い下手なんですよ、それは。だから、そう、すごくね、なんか、この、絶対にいけないんだとか、いや、そんなことないから、っていうのと、よく言われるのは、あの、要するに葬式とかでは笑っちゃいけないみたいな話をする人がいるんだね。人が死んだり悲しみにある時には笑っちゃいけないんだみたいなね。だから、太田光が政治番組でジョークを言ったっていうことで、あそこまで叩かれたんですよ。叩かれた。ジョークは全然あれなのに言っていいよ。全然いいの。これね、本当にね、大勘違いしてんだけど、一番ひどいことがあった時、人は笑いたいんですよ。だって、本当に愛されてる人が亡くなって、お通夜とかお葬式があるときは、みんなその人が楽しかったことを思い出して笑うもんね。僕なんかもあの、中、あの、松井一郎被害者の会の総決起集会の、総決起集会ってタイトルなんですけど、はい。with love でって入れてるんですよ。何？ with love。笑いをっていうことです。with love ね、love。with love で。はい。っていうタイトル入れて、随所に、あの、笑えるように作ったんですけど、はい。その、やっぱ、この、笑ってくれっていうことなんですよ。ね、そうそう。真剣にやってませんよ、俺はっていう。そう。笑うっていうのは実はすごく、僕、だから前、スピルバーグに会った話は何度もしてるんですけど、スピルバーグってほら、ホロコーストの映画ですらも笑いを入れて、その人が死ぬシーンをちょっとコメディタッチで撮影するような人なんですよね。うん、わかります。で、まあ、プライベートライアンなんかも人間がバラバラになるところに、この、笑うしかないようなジョークを入れてくる人で、なんでそういうことをするんですかって聞いたら、僕は怖がりなんだと。で、恐怖なんだと、暴力とかは。でも、それに対して、戦うのは笑いなんだって言ったんですよ。人は怖いことあった時笑うだろう。確かに、怖い時って笑うじゃないですか。びっくりした時とか。へえって。ねえ、お化け屋敷とか行ってびっくりして、わーって言った後、はって笑うじゃないですか。で笑いっていうのはそういう一番辛いこととかから身を守るため、心を守るためにあるんだってことスピルバーグが言って、だから笑いを忘れないんだって言ってたんですけど、本当に、お通夜の時ってさ、みんな楽しいこと言って笑うじゃん。だからまあ、伊丹十三がお葬式で映画に描いたのは、そこが笑うっていうことなんですよ、一番。そうですよね。あそここそ人生の中で一番お笑いのシーンがあるぞっていうのを教えてくれた映画ですよ。そうですよね。だって死んだ人のことをね、思い出すときにね、あいつこういうことやってバカだったよなって言うじゃないですか。ねえ。それって愛してることだから、笑かすんですよね。
でもなんかすごくね、僕その、あの、コーダについて、その、要するに感動的な映画だと思ってる人は多分映画見てないと思うんだけど、あれが結局下ネタでギャンギャン笑わせるっていう映画であることを、もう拒絶するようなね、ああいうくだらない下ネタギャグを、そのテレビでやるやつが出すなっていう、そのツイッター見てね、びっくりしたんだけど、それはウィル・スミスがそのクリス・ロックに、をピンタしたのは、それはもう間違ってない。ね。脱毛症の人をネタにしちゃいけないんだ。ハゲとか、その身体障害とか、そういったもう体の特徴を笑っちゃいけないんだっていう、で怒ってる人がいっぱいいるんだけど、それもすごく変で、はっきり言うと、お笑いっていう仕事をしてる人にとっては、笑える顔してるってものすごい武器じゃないですか。そうです。商売道具じゃないですか。今はまあブスがダメになってますからね。で、それは誰を困らせてるかっていうと、それで仕事してる人たちの仕事を奪ってるだけなんだよね。そうなんです。僕が今やってんのは、僕の短所をずっとネタにしてるんですよ。で、僕がエコチンポだって言って、はい、どういう意味ですか？地球に優しいエコチンポですっていうのをいつも言ってるんですよ。でも、マツコさんとか全然大受けですよ。これ、月曜から夜更かしで、たまたまそこ、1時間ぐらい喋って、使われたのそこだけなんですよ。それが一番気に入ったんですね、多分ね。気に入って、しかも一緒に、銭湯帰りで、銭湯行ってる子が、俺の若手の子なんだけど、それ、ミキ・フトシって俺が名前つけたんですよ。はい。でかいから。本当はミキ・ワタルなんだけど、お前はミキ・フトシでやれって言って。でも、そのミキ・フトシも今、あれなんですよ。名前ちょっと変えなきゃダメじゃないかって言われてるんですよ。あ、本当に？ええ。なんかもうすごいね、その、なんとか、漂白というか、殺菌というか、これはひどいなと思って。俺の今一番好きな芸人が、うんこちんこのちんこさん。それも困っちゃうけどね。ええ、それも飯とか食いにくいし、こういう非常に困っちゃうし。だけど、この間なんか配信で、2億円投げ銭を集めた人って、うんこちゃんっていう人なんです。何ですか、それ。配信の、ゲーム配信をやっている、はい、YouTuber がいるんですけど、はい、彼がその、YouTube 内で結婚式を挙げて、はい、加藤純一こと、うんこちゃん。はい。なんでそんな名前なの？いや、もっと僕知らなくて、家に帰ったら子供たちが全員食い入るように見て、嘘。投げ銭がもうとにかく滝のように流れて、どんどんお金が。何やってるとそんなに受けるの？子供たちに。ゲーム実況だと思います。ああ。それで何、名前が？うんこちゃん。だから俺、うんこちんこのちんこは名前を改名させてんですよ、僕の番組出るときには。はいはい。新日本プロレスの吉江豊の、はい、お兄さんなんですね。今、西口プロレスのチャンピオンなんですけど、昨日チャンピオンシップ取ったんですけど。誰がチャンピオンなんですか？ちんこさん。ちんこさんこと、アニマルハマグリって名前でもやってます。アニマルハマグリ。ちのモノマネがめっちゃ上手くて、それで、もやろーっつってんの？ゴールデンタイムでは、はい、全然出てんですよ、モノマネ番組に。アニマルハマグリとしてはね。で、わはは本舗なんですけど、あ、そうなんだ。はいはいはい。にいたんですけど、食べはじめさんに言われて、はいはい、下ネタをやめろって言っても、はい、一向にやめないから、クビになったんですよ。クビ？そう、わははクビになった人っていないんですよ。わーってでも絞れてやってたじゃん、ずっと。そうなんですよ。なんで首なの？いや、なんか、我々としてはもうパイプカットって呼んでるんですけど。チンコだけにね。あ、チンコは切られたから。ええ。それ、虚勢だよね。虚勢ですよ。安倍定ですよ。安倍定ですね。だけど、安倍定をなんて名前で通用してる人、役者は大河のドラマ主役ですからね。ひどいよね、あれ、名前。ひどいですよね、あれ。安倍貞夫ってそういう意味ですからね、あれ。あれさ、松尾さんがさ、松尾鈴木さんが、すごく武士軍団の影響を受けてる人なんですよね。そうですね、そうです、そうです。で、武士軍団の、ネーミングが素晴らしいってことで、自分で、劇団の人たちにああいう名前をつけるんだよね。この間あれですよ、キョンキョンの40周年記念ライブの中野サンプラザ見に行ってたんですね、僕は。ああ、はいはい。そしたら僕の2つ前に、うん。荒川よしよしさん、おー、知ってます？はいはい、知ってます。中ばっかぐらいでっかい人。はいはいはい。それで、が座って、
はい、吉吉さんと僕は。よく多摩の人と間違われるんですよね。よく間違われる人なんですよ。でも、ね、吉川さんと。めっちゃおしゃれな格好してるんですよ。はい、スタジャン着てて。はい、めっちゃおしゃれなんだなと思いつつ、はい、荒川吉吉さんが僕と対談した時に、はい、荒川吉吉さんが読んでいた芸人春秋を、キョンキョンが興味を持ったので、その僕が本をあげたんです。はい、そこから、はい、小泉さんは博士の芸人春秋読んでられますよっていうふうに教えてくれた人なんです。あららら、あ、素晴らしいですね。それで荒川よしよしさんね。はい、はい、はい。荒川よしよしさんだなと対談したことあるし、はい、だから、あ、3列先に座ったなと思ったんですけど、はい、キョンキョンが出てきて、1曲目から全員総立ちなんですよ。うん、おお。もう超満員ですよ。1曲目から総立ちなんですけど、はい、最後まで荒川よしよしさんは立たないんですよ。でかいから、周り、後ろの人は見えなくなるからじゃない？まさに正解。でしょ？ねえ。それで、段階的に、こう、帰っていくんですけど、はい、俺は、ロビーで待ち受けて、はい、吉吉さん、水道橋博士ですってマスク取って、はい、ああ、久しぶりですって言われて、はい、吉吉さん、最近もう吉吉さんのこと考えるんですよって。なんでって言われて、まあ、愛国愛国って言ってるじゃないですかって。吉吉さんがインタビューで言ってた、愛国っていう言葉ではなく、僕は愛国という言葉に似たこと、似た使い方で愛人、ラマーの方ですね。愛人、座右の銘は愛人なんですっていうのを答えたインタビューが好きなんですって言ったら、荒川よしよしさんが、は？僕そう言いましたって言われて、いや、僕は読んでるから日記つけてるから全部わかるんですよって。はっていう顔しながら、そこで別れたんですけど、うん、はい、日記を読んで気がついたんですけど、はい、皆川猿時さんでした。違うじゃん違うじゃん、そうなんです。自分の頭の中で皆川猿時さんと荒川よしよしさんが、どっかでこう入れ替わっちゃったんですね。皆川さんはね、ライブだと、ジェームス・オノダみたいな仕事ですね。そうですね。ここのね、伸ばしちゃって。はい。いやでも、すごい良くないですか？愛国は嫌だ、愛人っていう。いいけど。いや、それは、西郷隆盛さんが言ったことですね。うん、うん。はい。はい。経典愛。経典愛人ですよ。そうです。西郷隆盛の言葉です。ね、はい。素晴らしい。だけど、その経典を取って愛人としか書かないっていうのはね。ね、それがシャレが効いてるなっていう。いやいや、人を愛することですよね。人を愛することですから。はい、いいことですよ。皆さん、本日の動画を見てくださってありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。次の動画を見てね。バイバイ。